私が今のこのビデオを見ている方たちにお話をしたいのは人間には大きな可能性があるということだと思います。そしてまたそれは自分で伸ばしていけるということだと思います。可能性というのは自分で枠を作ることではありません。常にその枠を越えて飛び出していく勇気とそれからその 明るく物事を考えるという見方があれば、いろんな世界があなたの周りに広がっているということを私は伝えたいと思います。何か自分が自信を持てるものを一つでもいいから見つけてほしいというふうに思います。そこに何か自分の自信が持てるものが出てくれば、その次に、その次、次というふうに広げていくことができる。まずは、 何かの科目でもいいですし、スポーツでもいいですし、何かの趣味でもいいんですが、ご自身が一番これはやってて楽しい、これはやってて、あの、意味があるというものを見つけていただければというふうに思います。